い、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。どうもどうも、那須兄さんです。今日ね、北上駅東口、はい、にいますね。ここ見ました皆さん、呪術廻戦聖地巡礼ということでね、私やりましたよね。はい、あと呪術廻戦もね、あと5話くらいで終わるんですかね。うるせえな足場タタタタタってね。はい、そんな感じでね、もしね北上でね、この聖地巡礼して駅を降りるとラーメン屋さんがあるんですよ。はい、そのねラーメン屋さんがね、リニューアルオープンっていうことでね、名前を変えてリニューアルオープンしたっていうことでね、私行ってこようかなと思います。やってるのかな。お、やってますね、看板ついてますんで。それではね、行ってこようと思いますんで、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。それではラーメンを食べに行ってきます。はい、今回ご訪問してきましたのは、岩手県北上市川西にあるボンゾヌードルズ。はい、こちらリニューアルオープンになりました。元はじめ跡地になりますね。営業時間はこうなっております。はい、そしてなんとここのボンゾさんは、はい、なんとなんと今回から自家製麺ということでね、店内自家製麺だそうです。はい、メニューの方はね、なんとなんとほぼ変わってません。はい、はじめさんの時とね同じメニューでした。店内はですね、テーブル席が1、2、3と座敷席が2、そしてカウンター席が4になってます。今回夏兄さんが頼んだのは尊敬武士ラーメンということでね、特製を頼みました。これですよ、豚、鶏、武士が入ったねスープに、このうまそうなチャーシュー、炙りチャーシューでしたね、はい、が入ったこの特製ラーメンを頼みました。背脂が浮いてなかなか濃ゆそうなラーメンですね。うまそうやないかい。このチャーシューも3種類ですね。鶏と豚ですかね。はい、そして極太メンバー。そして卵。そしてこれが噂の自家製麺。店内自家製麺になります。それでは食べていきます。はい、そんな感じで今回ご訪問してきましたのは、北上駅東口。はい、そうですね、はじめさん、はい、はじめラーメン、はじめってあったじゃないですか。あそこがリニューアルオープンということで行ってまいりました。はい、行ってきましたのは川西ボンゾヌードルズというね、はい、名前のラーメン屋さんになってました。はい、今回はね、この初めの時のね、店長が独立して、その時のね、メニューをブラッシュアップしてリニューアルオープンしたっていうことでね、はい、ご褒めしてきました。ブラッシュアップとは何ですかと聞かれるとね、はい、その商品に磨きをかけてね、美味しくしたっていうことではないでしょうか。はい、そういうことで私今回行ってきました。はい、今回行きましてね、食べてきたのはね、こちらです。はい、尊敬武士醤油特製ラーメンっていうことでね、はい、こちらやっぱね、私初めの時にね結構行って食べてたんですけどね、だいたいね、何でしたっけ、辛野菜、辛ネギ野菜味噌ラーメンにチャーシュー乗せて食べてるっていう感じだったんですよね。はい、あれがね俺好きだったんですよ。なんだかんだ言ってね、いつもね、野菜もねいっぱい取れるしね、はい、あれ好きだったんですけどね。まだそのメニューもありました。そしてそれを、そのメニューもブラッシュアップされてると思うんでね、ぜひ今度食べていきたいと思います。はい、で今回はね YouTube を撮るっていうことでね、はい、もうセオリー通り右上のおすすめ
左上か、左上のおすすめラーメンにしました。そしてね、お腹空いてたんでね、特製にしたらばね、はい、鶏チャーシューが乗ってるっていう話ですかね。鶏チャーシューと卵だしたりとかね、と海苔かながね、あのプラスになってるってやつですね。はい、そんな感じで食べてきました。いやな、やっぱりね、俺なんだかんだ言ってね、初めの時からね、このラーメン屋さん好きなんですよ。はい、たまにね食べに行くんですけどね。はい、この自家製麺、そうなんですよ、自家製麺なんですよ。めっちゃね小麦を感じてね、はい、もちもちしてね、めちゃめちゃ私は美味しいと思いました。はい、あとね、皆さんがね行って食べてみてください。はい、味はねもうメニューもねそこまで変わってないですからね。煮干しのね、メニューとかね、全部ありましたんでね、ぜひともね皆さん行って食べてみてください。はい、この通り煮干しもね、うん、ありましたんでね。はい、なんかいろいろね前よりも凝ってんのかなーってね、なんかメニューとかもね結構いろいろ貼ってたりね。あと店内はね、店長がね音楽好きらしくてね、粋なミュージックとね、あとレコードとか飾っててね、店長にね、あれ店長音楽好きなんですかって言ったらね、結構はい好きですねみたいな感じで言ってましたんでね、はい、なかなかいい雰囲気の感じのするお店でした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ということでね、まあ美味しかったっすね。はい、前のお店とメニューもそのまま変わらずやってましたね。はい、でも全然ね全てが自家製麺だったりね、餃子とか全部ねなんか自家製にしたっていう話ですよ。はい、そんな感じでね、ボンゾさんもうほとんどもう多分でも麺は俺は好きな麺でしたね。もちもちした感じの中太麺良かったと思います。皆さんもねぜひボンズさん食べに行ってみてください。はい、ということでね、今から私はパソコンを壊れたんですよ。パソコンがね電池がね膨張してね、バッテリーのね膨張しちゃってね、はい、最悪でしたね。はい、なんでねパソコン買いに行かないとダメなんでね、もう店のエアコンは壊れるし、パソコンは壊れるし、はい、大変です皆さん、私大変です。頑張って、お金がないので仕事をしないとダメです。はい、頑張って仕事をするんでね、はい、もしよかったら遊びに来てくださいということでね、本日の動画終わります。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますってことで、ヘバナイスデイ。今飲み屋街、もうね本当お店にすぐ通るですね。今日も暑いですね、秋なのに、空は秋なのにまだ気温は夏です、暑いです。